ははい皆さんこんこにちは、えー、今日は先ほど出ました CPI をですね、あのー、見ていきたいと思いますあのー、昨日のね PPI が高かったんであの結構ショックがありましたけどねだけど、あのー、PPI の前月の分は下がったり要は改定されてちょっと低めに出たりして まちまちの内容だったんですけど CPI がさっきえ今日の9時半21時30分に出たんですけどねそうしたら結構弱い数字でしたねうんでそれをちょっとね、あのー、深掘りしていきたいと思いますでこの表なんですけどね、あのー、これは出してる書体は あのまあアメリカの、ね、厚生労働省みたいなところビューロー・オブ・レイバー・スタティスティックスですね。まあ、労働、ビューローだから労働局なのかな。US ・デパートメント・オブ・レイバー。デパートメントって省ですかね。だから労働省なのかな。うん。まあ、厚生労働省みたいなとこなんですよ。それで、毎月ですね、この PDF が。 あのホームページに出るんで私はそこに行って直接撮ってるんですけどでまあこれも,もっと細かくあるんですけどね大体、まあ、いいあらかた出したものがこれなんですけどで、まあ、一番上オールアイテムでそれがですねあの前月比0.3%ですあの前月からの伸びを見た方がいいです対前年比で見ますとねちょっとこう薄まってしまうというかね あの本当の足元の数勢は分かりませんのでまああの対前年比というのはあくまであの12ヶ月のね前月比が12回合わせったことによる合成値なんで、えー、この前月比このマーチ2024からエイプリル2024の変化率の0.3%これが全体です。 で、オールアイテムの次に、このフードとエナジーが来るんですね。で、それを抜いたものが、このオールアイテム、レスフードエナジー、まあ、レスってそれ何々以外という意味で。で、それはコアと呼ばれまして、それも0.3でした。だから全体も0.3だし、コアも0.3だったんですね。前月比が。で、大体ね、0.3ですと、それ12乗すると、 だから1.003の12乗をするとあの答えが出てくるんですそれがね3.6%ぐらいなんですよだから大体いいね、えー、前月比0.2%だったらそれ12乗すると2.4%なんでパウエルさんが目指す位置に行くためにはですね大体いいね前月比で0.2じゃないとダメなんですだから今回0.3だったんだけどそれっていうのは12乗すると1あの,1点 <laughs> あの 3.6になるんでこれちなみに、えー、0.4%だとね4.9%になるんですね削退で見るとねもう全然でしょ4.9だったらも全然なんでで3.6でもまあちょっと高いですよねだから0.2が巡航速度にならないとパウエルさんの目標にはならないですもっとよく言うと0.15ぐらいになるのがいいんですけどねそうすると多分2%切ってくると思うんで それであのこれでね、詳しく見ていくとここにですね、レラティブインポータンスっていうの、ウェイトが、ウェイト書いてありますね、当然全体では100%です。で、フードが13%、エナジーは案外低いんですね、7%ぐらいしかありません。で、えっ、ー、と、その、 コアのやつが全部で80%あってその中でもう,もうほとんど占めてるのがシェルターの36%ですね、うん、だから80%の中の36だからほとんど50%なんですねあのコアだけでいくとコアの半分ぐらいはもうシェルターで決まるんですで全体の3分の1以上はもうシェルターが占めてるんでもうシェルターだけ見といたら大体ですね CPI の あの数勢というのはわかるんですね。で、そのシェルターが0.4。だったんですよ。今回だから下がってないんです。前回ね。前回の前月比が0.4で、今回の前月比が0.4だったね。まあ、勢いが衰えてないわけですよね。うんだから、シェルターは全然勢いが衰えてないで、これはなぜかというといろいろ分析されてるんだけれども。あの金利が高いからね。今 アメリカ人ってね35年固定ローンとかでで組むんでらしいんですよそうするとこのコロナの前に家を買ってですね金利を払っている人はすごい安い金利で払い続けてるんですよそしたら今高い金利だからあれ住宅ローンって確か今7%ぐらいになってるね 7%8% になってるから今自分の住んでる家を売ってですね あのローンを生産してそして新しい家にまあほとんどアメリカはもう8割ぐらいが中古物件ですからねあの家の取引の8割はもう中古物件なんで日本だとね結構新築が多いじゃないですか中古よりも新築が売れますよね日本ってで中古が建ててもあらわざわざ取り壊してあの更地にしてから建て直したりするじゃないですかアメリカって結構ね あの家の取引の総額の総体の8割以上がですねもうあの中古物件なんで,でその中古物件を出出物が出てこないわけです安い時代で借りたローンで払っている人がですねあの新しい家をか住み変わろうとする場合は新しいローンを組み直さないといけないんでその時にあの。<laughs> あれがね、一気に高くなっちゃうんでね毎月の返済額が。うん、なんでまあそうですよねだから今住んでる中古物件を売ってその得た額で、えー、と今借りている住宅ローンを返済するわけですよね。でそして新たな家を探してこれがいいなとなったらそこを借りるんだけどその時は新しい高い金利が適用されるんで住みたがらないと。 で物件が出ないもんでだけど富裕層を中心にその家を買いたい人っていうのは一定数いるわけですそうすると出物が少ないので取り合いになるんで価格だけは高いままなんですよね不思議なもので高金利のくせに、えー、シェルターの値が高いのはですねそういうからくりが潜んでいると言われていますねだから皮肉な話 金利を下げていくと出物が増えていって、えー、シェルター、まあ、要は家の値段が下がっていくんですねそうするとシェルターも下がっていくっていうね、うん、普通は逆なんだけど金利を高くするとシェルターの値段家の売れにくくなってあのシェルターのインフレが下がっていくんだけどつまり同方向に働くわけですけどあの今の状況は逆になってるんでですね そこからの誰かの連銀総裁が言ってましたね、その点を、矛盾を、今の住宅業界に起こっている矛盾を説明してましたけども、今、逆になってるのね、高金利にすると家の値段が高くなるってあ、ああそうかそうか、普通は高金利にすると家の値段が低くなるんでしょ、それが今、高金利にしたら家の値段が高くなってるという、同じ方向に働いてるというのが今のメカニズムです。 ただねその家はそうなんだけどあ,のあとこのパーセンテージのねウェイトが高いところを見ていけばいいんですああのよ,よく言われるけどメディカルケアサービスでこれ6.4%で結構ウェイトが高いですよねこのシェルターの36っていうのはもう異常値だから異常なウェイトなんでここはもうちょっと除外するとこのメディカルケアサービスの6.4なんで見ていくと。 これはですね、前月が0.6だったのが0.4にね、下がってます。よかったですよね。で、あとはトランスポーテーションサービスって言って、えっと、これが6.4%。これがですね、前月の1.5から今回の0.9でね、すごい下がってますね。まあ、鈍化してますね。うん、これはいい,いい傾向です。で、そのトランスポーテーションサービスの中身を見ていくと、 あのこのモータービータビクルインンシュランスって自動車保険ですよねこれは2.9で結構大きいんだけどこれがあの前月2.6で今回1.8だからだいぶ下がってますよね自動車保険がね。で、えー、次のこのモータービークルメンテナンス、まあ、これ自動車の修理代ですよねこれもまあまあ高いんだけどこれは1.7から0.0で、ね、一気に下がってるよね。うん あと大物で言うとね他に何があるかな新車価格ですねこのこれはあのニュービークルこれが3.6%のウェイトがあるんだけどこれがあの前月のマイナス0.2から今月はマイナス0.4でですねあの下げ幅が拡大しましたねうんまああと大物で言うとそんなもんかなでも5%以上のシェアがあるもので はこのトランスポーテーションサービスとメディカルサービスメディカルケアサービスぐらいなんですよねうんそうなんですよあとね5%あるやつまあこれエナジーはこれ大項目なん大項目中項目でやってるからまあもちろんあのフードなんかはね全体で大項目として13.4%ありますけど これはあのもう全対前月比で0.0なんでそんなに食料費は上がってないですよね。うん、でエナジーはねもともと高いように見えるんですけど全体のウェイトも6.9なんでそこまでねあのガソリンとかっていうのは、うん、例えばあのこのガソリン価格は3.5%ですからね案外少ないんですよあの世間のイメージよりは。 3.5って言ったらあのニュービークルよりも少ないですからね、うん、結構あのー、ね日本人だったらけあのガソリン特に地方の人なんかだったら車が必須なんで、あのー、月々の支払いに占めるガソリン代って結構大きいじゃないですか、うん、でもアメリカはねまあ,あのガソリン代が安いっていうのもありますよね日本に比べてあの税金揮発油税とかが。 かかってないんじゃないかなあっちはうん。だからまあ案外ですねウェイト低いんですよねうん。それよりフードの方が全然大きいですよあのこの例えばフードアウェイフラムホームで外食ですよね外食外食が5.33で結構ウェイト大きいんだけどこれが0.3前月0.3で今月0.3だから、まあ、まあまあ低いですよねまあ0.3でって言ったらまあまあ 低いほどではないですけどね。うんだ,だからね。まあであとあの。ホームデポっていうね。ケー会社の決算があの日本で言ったら。あの、何になるんだろう？コメリとかかなあの？ホームセンターですよね？ホームセンター大手の？ ホームデポっていうのがあるんですけど、アメリカ人は結構あの自分で庭をやったりするんで日曜大工が好きなんでですねあの人気なんですけどもあそこの売り上げがねすごく最近低迷しているというふうに話題になってますよねあとあのスターバックスとかもちょっと低迷し始めてきてるんでやっぱりですねあのアメリカ人の消費あそしてねとあと今日 米の小売上高が出たんですよあれもね前月比0.0%でか変わらずだったんですね今までずっとねプラスできてたんだけど、えー、前月と横ばいになったっていうのは結構珍しいと思うんだけどそうなってましたしうんそれがありましたねだからまあ消費がですねちょっと減速を。 まあ原則っていいうほどでもないんだけどだって全体で前月比0.3だからオールアイテムがで0.3ってこの巡航ペースでいくと、えー、3.6%になる年率で3.6になる巡航速度だから決して低くないんですようん前月から0.3上がるってことはもう普通で考えたらインフレが強い <coughs> インフレが強いですよ <laughs> うんあれ今日はねだからその <laughs> CPI が弱かったので NVIDIA が上がると思ったらそんなに上がってないななぜだあとその CPI が弱かったもんで あの為替がですね、ドルがちょっと安くなりましたよね、うん、今155.4、156円乗せてましたけどね、あの円高になりましたよね。今あの、ちょうどアメリカ市場が始まったんですけど、うん、今155.4円ぐらいですね、1円ぐらい下がりましたよ。 うん、やっぱりあちょっと NVIDIA が戻してきたんで良かったんですけど <laughs>、うん、まあ良かったですねでもあのだから1月から3月の CPI がものすごく強かったことでパウエルさんなんかが警戒してたんだけど、まあ、今回の CPI を見る限りまあ 巡速度に戻ってきたなという感じがしますよね、うん、PPI はちょっと高かったけどだからまあ安心はできませんけどねえ来月も見ていかないといけないんだけどあの単月の数字では満足できないっていうふうに最近 FRB の人言ってますんで、まあ、少なくともこういう値がね3ヶ月ぐらいは続いていかないと信用できないって言ってますよね。うん まあででも一安心です多少ちょっとまあコアがねコアが前月0.3で、まあ、ちなみに作体を見ておくとこの、えー、ここですねエイプリル2023からエイプリル2024で、えー、全体が3.4で、えー、コアが3.6ですね、うん。まあ普通はね一般の庶民の感覚からするとコアとか総合とかあんまり考えないんで。 普通は総合で見るんでねガソリンも食べ物も買うじゃないですか我々は。というかむしろガソリンと食べ物が大事なんであってでそれが3.4ってことは、まあ、一般庶民の感覚からすると3.4の方が大事なんででまあ3.4だいぶ強いですよねこれ一時期最大どれぐらいいったんだっけな7%ぐらいまでいきましたかねあの2022年のん ?21 年だったかな うん、高い時はね、7、8%いきましたけどね、それがだいぶ、あ二21年かな、21年が一番高かったのかな、うん。まあ、なかなか、あの、収まりませんね、勢いが。うん で今日ちょっと時間あったんで、あのソフトバンクグループのねあの、決算発表を見てた、動画で見てたんですね。だから結構厳しい質問も飛んでましたけどね。あのだけど、あれ、まあ、全然関係ないんだけど、あの言っとくとですねあの、アームがね、上場して、一気にあのそれの評価額があのつい上場でついたもんだから。 あのソフトバンクはなんか変わった計算発表で、ね、あの自分のところの総株式の持っている時価総額はいくらなのかをあの一般的な営業利益とか投機利益より大事だってことでなんかそういう指標を独自に作り出してです、ね、言ってるんですけどもあのそれがすごく上がったって言って喜んでましたね。うん でも、あれどうなんでで、すかねであのアリババの株をねほとんど売っちゃったってことであのそれがそれによる上昇が一服してであの孫さんが始めた SVF っていうあのソフトバンクビジョンファンドっていうのを1号2号ってあるんですけどあれをねいつも私は注目しててあれ確か7年前ぐらいから始めたのかな。で <laughs> 要は投資の累計額ですね。累計で、要はその SVF を始めてから、トータルでプラスなのかマイナスなんですかっていうね。まあ、要は我々が株をやってる時に、通算でプラスなんですかマイナスなんですかってやるじゃないですか。それと一緒で SVF、もう我々からしたら桁違いのね、やつじゃないですか。あれ、どれ5、何兆円って確か。 運用してますよ、ねまあ言ったらあれ株式投資ですからねうん株式投資をやってるんですよあれ壮大な額でもう言っちゃったら。でそれを要はトータルでもう山あり谷ありでですねコロナでドカーンと沈んでそし,そしてその次の年にドカーンと株が上がったりして上がったりしてもうジェットコースターみたいだったんだけど。 じゃあトータルでどうなってるんですか、SVF って儲かったんですか、儲かってないんですかって言ったら、えっと、今のトータルがですね、えっと、30億ドルの赤字なんですよ、そ要は赤字というか、損ですね、30億ドルの損失って書いてあったんで、ということは、日本円に直すと4500億円ぐらいですね、4500億円ぐらいのマイナスになってるっていうことなんですよ。うん これはねすごい面白いなぁと思いましたね。あんなね何兆円も動かしてでそれこそもう我々と我々,我々じゃないまあ少なくとも私と比べたらもうそらものすごいプロがやってるわけですよね。もうそら ストラテジストとかチーフアナリストとかもうそんなんじゃ効かないような株のプロの人たちが取り組んで何兆円って動かした結果、えー、と7年ぐらいやったらどうなりましたかって言ったらマイナス4500億円っていうねこれソフトバンクだから成り立ってるけど一般の人だったらこれ破産してるわけですよね、うん、そう考えるとねあのあプロがやっても その孫さんみたいな人がやってもあのやってもですねあのやっぱり損するんですねあしゃれじゃないですけどねうんあのプロがそういう何十人というところじゃないですよねあれ社員で SVF のセクションだけでも。 多分何百人単位って社員がいると思うんですけど、その人たちが寄ってたかって知恵を結集してもですね、あのやっぱりマイナスが出るんですよね。まあもちろんあのこれから株式相場が上がっていったらまたプラスになっていくんでしょうけどね。うん。ただ今の段階でも結構あの株式相場って上の方じゃないですか。上がってる方ですよね。今結構。 これからどん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 もっと上がっていくかといったらそんなに上がっていかないような気もするし、まあ、そう考えたらやっぱプロがやったところで株式投資というのは難しいんだなということであの勇気づけられますよね <laughs> あの逆に反面教師みたいにね、うんまあ、それがちょっと面白かったですねソフトバンクの。あと日産のねあの 分析は今回やってないんですけどまああのの今回あのジャパンディスプレイをやったんで私のあの概要欄に投資チャンネルの方のリンクが貼ってあるんで是非株に興味のある方は見ていただきたいんですけどね、まあ、ジャパンディスプレイで2本あげましたんでねでまああの日産とか楽天とかやってなかったんだけどちょっとさっきまで日産のビデオも見てたんだけどうん な、まあ、なかなか復活してきてきますよね FI23 で、えっと、どれぐらいあったかな5,000億円ぐらいあったかな営業利益がだけどトヨタに比べたらまだまだでしょえっとトヨタがね最終利益で5兆円ぐらいありましたからねあの日産なんかその10分の1にも及んでないどなんでこんな差がついちゃったんだと思いましたね。日産の利益が どれぐらいだったか3,000億ぐらいだったかなもう全くトヨタにも足元にも及ばないというのこのことでですね、うん、まあすごいなあと思いましたよトヨタはまああのやっぱりこのグローバルの強さがすごいですねあそこは、うん、だからホンダと日産がね今タッグを組むとかっていう話が出てますけどね もうそう,しそうでもしていかないと勝ち目はないでしょうね。うん、あと楽天のねちょっとあの決算もねさっきまで見てたんですけどあのまああのモバイル部門のね足を引っ張っていってあのフィンテックとかインターネット楽天ショッピングとかは調子いいわけですよね。で楽天モバイルの赤字がなくなくる かどうかみたいな話が注目されているんだけどもあのまあ順調に減っていますよねそれで会員数がねあの携帯電話の会員数があの最新の5月13日時点でね680万人になってましたんでねああすごいなとなかなか追い上げてきてますよ、うん、これ1000万人いいたらすごいですごでよね、うん、ちょっとしたやっぱり勢力に一つの一勢力になりますよね。うん まあ三木谷さんも正念場ですけどねまあでもそれでも携帯の楽天モバイルの部門でどれぐらいだったかな四半期で700億ぐらいあれ赤字が出てたのかな、うん、まあ厳しいですねなかなかまああとは武田薬品とかね JT はもう全く興味がなくなりまして。 決算内容見てすらいないんですけどねまあやっぱりでも調子がいいですからね JT でも武田薬品でも盤石ですからねある種だからやっぱりやあの業績不振のところを応援したいというか興味本位で見たいというのもありますよねだからそうすると楽天とか、まあ、日産もそうですけどあとジャパンディスプレイとかねそういう窮地に立たされているところがやっぱり 興味がありますんで、ね、うんまあソフトバンクを見てるのもある種そうですよ SVF がガタガタになってるようなところが一時期ありましたんでねあのコロナの直後なんかはそういうんでソフトバンクはね結構毎回一応あの動画を見てますけどね、うん、まあそういう感じででも CPI がねあの ちょっと、まあ、弱いってわけじゃないんですけど一時期に1から3月に比べたらあの弱くなったんでまあそれの共有ということでした。えー、ご視聴ありがとうございました。